残るという、はい、ところだったんですが、アメリカの最終盤でグリップの手の上下を変えたというクロスハンドグリップ、パッと冴えました。さあそして10番ホール、ここは昨日ボギーだったんですけど、しっかりバーディーで、でいいイメージを持って11番そして12番と進んできました宮里です。やっぱりあのパッティング の強さがいいですね。さてこれからシン・ヒョンジュがバーディーを狙っていきます。実はシン・ヒョンジュも本当にあの宮里と並んで、はい、そのままずっと並走するような前半だったんですが、ええ、ここバーディーパット打てればまっすぐ、ああ決めた、いいですね、ガッツポーズ出ました。一つ近づきましたシン・ヒョンジュ。今日はね風も強くて、あの本当に雨降ったりやんだり、コンディションタフなんですけど、実はね、ちょっとシンにこんなプレーがあったんです、はい、これ第2打寄せてきて、あっという表情、うん、マークしてなかったんですね。いやーもう、うっかりもうっかり大変ですけど、はい、というところでこれは規則の20の1、球の拾い上げとマークというところ、マークをして拾い上げるというのは正しいボールの処理の仕方ですので、1打の罰を受けたということで、これがちょっと響いたかなというところ、ただ今